皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、呪い。英語題、ザ・カース。監督は白石浩二。脚本は白石浩二と横田直之。主な出演は、村木仁、久我友の、松本まりか、など。2004年4月12日、会期日は作家の小林正文の自宅が全焼し、妻の焼死体のみが発見された。行方不明となった小林はビデオ作品、呪いを完成させたばかりだったが、制作に関わった人々に次々と奇妙な現象が起こっていた。というストーリー。発見された映像を編集したという設定のファウンドフッテージ系の作品で、和製版のブレアウッチプロジェクトといったところ。本作は舞台が日本であるだけでなく、映像では芸能人などが実名で登場したり、日本人に親しみやすくなっている。ショッキングな映像に頼ることなく、じわじわと気味悪さが増幅していく。当初はバラバラと思われていた点と点が徐々に線として繋がっていくところはよく練られているし、なんだか得体の知れないことが起こっているという雰囲気をよく演出している。言い方は、はインパクト大。ということで、評価は。Thumbs up!